はい、毎度おなじみ天の声です。今回は牛カツ京都カツ牛京都駅売店さんで一口牛カツ食べ放題チャレンジに挑んだ時のやつ、こちらね、食べ放題一口牛カツを60分以内に50個以上完食すると、なんとね、食事代シーンが全部無料になるという企画。しれっとやばいこと言ってる気がするんですけど、9月12日までの期間限定でやっていらっしゃるということで、早速ね、行ってまいりました。いつもと違ったね、傾向のチャレンジで面白そうですね。僕が行ったね、京都駅前店さんが最高記録がね、85個とのことなんで、まずは50個目指して、余裕があればね、その記録の更新も狙っていきたいと思います。それでは本編へと参りましょう。どうぞ。さあ始まりました、牛カツ食べ放題チャレンジング。その名の通り、今食べているこの一口牛カツが食べ放題のコースで、これをね、60分以内に50個以上完食で、なんとね、食事代金全てが無料になります。驚くべきところはね、この食事代金全てってところで、実はね、この牛カツ一口食べ放題自体がね、もう普通の定食にたった580円課金で追加できる紙オプションなんですけど、このね、580円だけではなくて、もう元の定食代もろとも無料になります。なんで、媒体となる定食が高ければ高いほどお得になる際のリターンはでかいということになります。ただまあ、失敗時はもちろんね、その普通の料金支払わないとダメですし、まあ、大概ね、値段高い系な定食って、かつ電子盛りみたいなボリュームたっぷりなものも多いんで、50個完食がね、達成しにくくなるなど、リスクもそれなりにあります。さあ、最初に配膳された牛カツ5個を食べ終えて、ご飯も回収したんで、次のを待っている間に定食の方へと手をつけていきます。今回頼んだのは牛リブロースカツ膳大です。さっきね、僕値段高ければリターン大きいでーって話したんですけど、それ知らずにね、一番安いメニューのしかも大盛りを頼むっていうで、多分最も頭の悪い注文方法をしてしまいました。ただね、それと味とは別の話、この牛カツね、マジでうますぎてもうすでに死にそうになってるんですけど、なんといってもね、このミディアムレアがやばいですね。牛肉のタンパク質って、加熱することで65度を境に、旨味から肉汁へと姿を変えるっておばあちゃんが言ってたんですけど、逆にね、火を入れすぎると肉汁を逃してしまうんですよね。つまり、こう肉汁を引き出しつつ、それをね、肉の中に保持するためには、もう絶妙な火加減が必要なんですけど、それをね、見事に達成しているのが、このミディアムレアカツ様です。もう外側のサクサク衣の中には、しっとりジューシーで肉の旨味が全て詰まっていてね、正直ね、カツはね、とんかつ一択派だったんですけど、牛さんに浮気しそうになる勢いでしたね。さあ、そうこうしているうちに追加の7個が来ました。最初だけは5個なんですけど、以降は追加で最大でね、10個ずつ注文することができます。なんで7個とかいう中途半端な数やねんって話なんですけど、実はね、10個を頼んだんですけど、揚げロットの関係で、7個と3個で、ね、分けてくる感じになったんですよね。なんで3個も可愛く後から時間差できます。あと牛カツおかわり分の注文のタイミングなんですけど、これお皿交換制ではないんで、自分の手元の牛カツがね、全てなくなる前でも次の牛カツおかわり分をオーダーすることも可能です。店員さんもね、牛カツをあげるまでには少し時間かかるんで、もしね、連続でぶっ通せで食べ続けたい場合は、前もっての注文をお願いしますとおっしゃってたんで、もしね、挑戦される場合、もうスピード勝負で行きたい場合とかね、意識するといいかもしれません。ちなみにね、この一口牛カツ以外にも、ご飯、キャベツ、赤、だしは、LINE のね、友達登録をしていれば、定食の方のオプションとしてね、おかわり無料がついてくるという紙システムなんで、牛カツ以外もね、適宜補充することができます。無限牛カツにね、無限ご飯とか、もう環境最高すぎてやばいんですけど、その分ね、当然胃のキャパとか圧迫されるんで、50個いけるか怪しかったり、記録狙ってるでーって場合はね、涙を飲んで封印するのがいいかもしれません。あとは、さっきからつけてるこれ薬味ですね。こちらも定食についてくるやつで、
単体でね、すでに完成されている牛カツの魅力をさらに極限まで高める効果があります。まず画面右に見えるソーストリオから解説。まあ、トリオと言いつつ真ん中はソースじゃないんですけど、まあ、まずね、一番手前の茶色いやつですね。まあ、これは和風だしで、旨味を加えた特製醤油。このね、まろやかなだし醤油にたっぷりわさびを添えて食べるのが、まあ、お店側のね、おすすめだそうですけど、ちょっと僕頭悪かったんで、わさびとね、和風だし別々で食べちゃいましたね。いやね、確かにね、わさび醤油、なんで思いつかんかったんやろ、この時。まあ、そして真ん中はね、山椒塩ですね。実は京都の料理に山椒ってよく使われる傾向あって、香り高く華やかな山椒で、もう牛カツにピリッとアクセントが欲しい時に重宝します。そして奥、一番奥の黒いやつですね。これが牛カツソースです。野菜の旨味が溶け込んで牛カツのための特製ソースで、これ単体でね、もうご飯無限に食えるぐらいうまいですね。そしてもう一つ、このソーストリオとは別の場所にある、まあ、カツが置いてた場所ですね。牛カツが置いてた場所の奥の皿に入っているのが、これカレーつけ汁ですね。特製の和風だしで作ったカレーで、辛さ控えめの優しい味わい。カレーうどんとかのカレーに近いかもしれないですね。これね、僕の一押しの薬味なんですけど、マジでうまいです。普通にね、ルーとして売ってたら毎日食べるレベル。さあ、気づいたら4回目のおかわりで、食べた数はこの4回おかわりした時点で45個、もうすぐ50個いきそうですね。牛カツ自体が美味しいっていうのもあるんですけど、まあ、さっき説明したみたいに、まあ、いろんなね、薬味があるんで、まあ、数多くてもね、結構飽きずに食べ進めることができましたね。さあ、言うてる間にこれでね、50個いきましたね。はい、まあ、チャレンジは、まあ、これで達成なんですけど、まだちょっと時間がね、結構あるんで、あくるまで牛カツ茶草を堪能していきたいと思います。で、まぁ、この時ね、店舗の記録が、確かね、85個だったと思うんで、まずはね、それ目指していきたいですね。ちなみに僕が頼んだのが、まぁ、途中申し上げたように、牛ロースリブカツ膳大で、まあ、これがね、1490円なんですよ。で、さらにこれに食べ放題料金が580円だったんで、まあ、つまりは足しての2070円が無料になりました。これは税別なんでね、税込みだとだいたい2200、300円ぐらいですかね。まあ、こう考えるとね、まあ、結構でかいですね。まあ、逆に言えば、これ大とはいえね、一番安いね、メニューなんですよ。なんで、まあ、その気になれば、もっとリターンをでかくすることも可能だということです。ワンチャン3000円超えとかも夢じゃなさそうですよね。せっかくなんで、まあ、このお店の自慢のメニューを確認しつつ、まあ、どれを頼めば、まあ、一番ね、そのリターンがでかくなるのかとか、あとどのメニューだと、まあ、50個クリア重視にした場合向いているのかなどを考えていきたいと思います。まずね、まあ、このお店のメニューが、まあ、カツに使用されているお肉の部位によってね、大きく5つに分けることができます。まあ、リブロース、ロース、カッコハネした、ヒレ、タン、黒毛和牛の5種類ですね。どう考えても下に行くほど高そうなんですけど、ウプ主が頼んだのは一番上のリブロースです。その一番上のね、まあ、お手頃リブロースからね、順に下へ紹介していきたいと思います。まずは牛リブロースカツ膳、別名名物白ですね。並は1290円、大だと200円アップの1490円です。まあ、リブロースって、まあ、僕の中ではまあまあ強強な部位なのに、このお店らは一番安いポジなのをマジでビビったんですけど、このメニューの特徴はね、もうなんといっても脂身ですね。もうリブロースの売りである脂の旨味をミディアムレアでしっかりたっぷり堪能することができるんで、もう胸肉よりもも肉派とか、赤身より脂身派とか、まあ、そういうね、とにかくこってりした部位がね、好きな人にとってはもうたまらないメニューとなっております。まあ、1290円って、まあ、ちょっと高めに感じるんですけど、まあ、LINE 登録で途中申し上げたように、まあ、ご飯、キャベツ、赤だしがすべてね、まあ、おかわり無料になるんで、まあ、それ込みだとね、この牛カツ楽しめるなら十分すぎる気がします。まあ、牛カツとね、無限ご飯の安定糖質質コンボはもちろん、まあ、ヘルシーに行きたい方とかね、まあ、ご飯少なめでキャベツおかわりしまくって、まあ、キャベツとカツで行くとかいうね、糖質制限パターンもあるのがいいですよね。まあ、がっつり志向の方もヘルシー志向の方も両方とも受けることができるハイブリッド型定食です。
そしてお次は牛ロースカツ膳ですね。別名元祖赤です。波は1390円、大だと200円アップの1590円です。まあ、ロースなのにこのロース界のヒエラルキートップ層である、まあ、リブロース様よりね高いのに違和感を持たれる方も多いと思うんですけど、まあ、それもそのはず。なんとねこのロースには羽下という超希少部位が使われております。あんなにねその羽下馴染みないかもしれないんですけど、まあ、これはね1頭からわずかしか取れない部位で、まあ、座布団とも呼ばれる部位です。まあ、赤身でありながらきめ細やかなサシによってもう赤身特有の肉のうまさを感じつつも、まあ、脂のねとろける食感と甘みを感じることができる強強部位ですね。赤身派はもちろん、赤身の割にね、まあ、非常に柔らかジューシーなんで、まあ、普段はちょっとね歯ごたえ苦手とか、まあ、顎が壊れるからやらんとかで、まあ、あんまり赤身食べない人とかでも、まあ、選択してみる価値はね十分あると思います。そしてお次は牛ヒレカツ京玉膳ですね。小学生でも分かる高級部位。値段はね1990円で大サイズはございません。さすがにねちょっとさっきまでのと比べて値段は上がりますね。ただ、まあ、定食には京玉っていうね温泉卵にだしの入った薬味が110円でトッピングとしてつけられるんですけど、まあ、この牛ヒレカツ膳にはねあのデフォでついてくるんで、まあ、実質的なねその肉の質による上がり幅っていうのは見た目より少ないかと思います。もうヒレ肉といえばね赤身でありながら非常に柔らかジューシーで旨味たっぷりあることが特徴の皆さんご存知最強部位ですよね。赤身であってしかも脂身もないのになんで柔らかいんかってねちょっと疑問に持たれる方もいらっしゃると思うんですけど、ヒレ肉はね骨の内側についてるお肉なんであんまり動かさない筋肉なんですよね。まあ、筋肉って動かせば動かすほど発達して硬くなるんですけど、まあ、ヒレはねほぼ動かない部位なんで発達せずに柔らかいままと、だからねもう赤身そのものがね柔らかいんですよね。まあ、ちなみに筋肉はねほとんどが外側につくんでこういったね内側の筋肉っていうのは希少で、まあ、そのためね価値も余計に上がるわけですね。まあ、正直ねもう1年に1回食べれたらいいなって感じの部位なんですけど、これがね無料になったら激アツですよね。まあ、量じゃなくて質で値段上がってるタイプなんで胃の容量も圧迫しないし脂身も少ないんで胃もたれも起こしにくい。まあ、50個完食で無料狙いに行くときにはね、まあ、クリア重視にしてもコスト重視にしてもおすすめの定食筆頭候補になりそうです。さあそして食べた量気づけば3桁超えています。お店の記録である85個はね超えてるんですけども、まだね残り時間10分ちょっとあるんでさらに上を目指してね記録を更新し続けたいと思います。そしてスパートの間にね残りメニューの紹介もしていきます。さあ次は厚切り牛タンカツ膳ですね。値段は1890円で大サイズはありません。とにかく厚切りっていうのがいいですよね。あの牛タン特有のねコリコリとした食感と旨味をミディアムレアで堪能できるのはやばそうですね。もう話してたらお腹空きすぎて言いたくなってきたんですけど、さっきのヒレよりはねちょっと値段だけで比べると100円安いんですけど、まあ、牛タンってね、まあ、オンリーワン的な存在で、まあ、好きな人はめっちゃ好きなんで、まあ、そういった方はねこっちを頼まれるのをお勧めします。そして最後になるんですけど、黒毛和牛カツ京玉膳、値段は2490円。来ましたねついに2000円台。まあ、適度なサシの入ったきめ細やかな、ね、肉質が特徴で、黒毛和牛ならではの脂の甘さと濃厚な牛肉の旨味を味わうことができます。まあ、ちなみにねこれ頼んで50個チャレンジクリアした場合はもう2490円足す580円で3070円、税込みで約3400円ほどが無料になります。もうロマンの塊ですね。まあ、これもね、量じゃなくて質で値段上がってるタイプなんで、まあ、一見ねキャパには影響なさそうなんですけど、まあ、ひょっとしたら黒毛和牛の濃厚さで胃もたれ気味になって50個完食に影響が出るかもしれませんね。まあ、食べたことないんでエアプ発言ではあるんですけど、まあ、参考までにお願いします。で以上でね終わりと見せかけておいて、実は隠された、ね、裏ボスがいるんですよ。牛カツ欲張り御膳、
2690円。まあ、その名の通りね、もう今まで紹介した中の黒毛和牛を除くリブロース、ロース、タン、ヒレ、すべてを詰め込んだ肉の宝石箱です。これを注文してね、まあ、さらに50個達成で2690円足す580円で3270円、もう税込みでね、3600円ほどが無料になります。もうこの企画最大のロマンコーではあるんですけど、まあ、これはね、量もめちゃくちゃ多いんで、ちょっとね、50個余裕な人じゃないと難しいかもしれないですね。以上がね、全メニュー紹介兼50個チャレンジするにあたってリターンが大きいメニュー、またクリアしやすいメニューの紹介でした。まあ、なんやかんや言いましたけど、まあ、自分の好きなメニューを食べるのが、ね、一番いいんじゃないかなって思います。さあ、言うてる間に残り1個ですね。これを食べたら135個です。最後ね、一番大好きなわさび乗せていこうと思ったんですけど、ちょ致命的にわさび乗せるの下手くそすぎて笑うんですけど、さあ最後食べてこぼした分のわさび回収して辻褄合わせていってごちそうさまです。ごちそうさまでした。はい、ってことで、まあ、記録125個でしたね。まあ、この食べ放題、実はね、50個チャレンジの制限時間は60分なんですけど、まあ、牛カツ食べ放題の制限時間自体はもう無制限らしいんですよね。まあ、噛みすぎんか。だから、まあ、125個以上もね、目指せたんですけど、いい感じのお腹具合だったんで、まあ、今回ね、これで終了したいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。またよければ次回もよろしくお願いいたします。さよなら。